誰もが妖精と共に暮らしている深き森で、たった一人妖精を持たない少年リンク。ある日ナビーという妖精に誘われたリンクは、守り神デクの木から己の運命について知らされる。神々の力が宿る伝説のトライフォース、そしてそれを狙う邪悪なものの存在。リンクの冒険と成長の物語が始まる。物語の舞台は奥深くまで広がる広大なハイラルの大地。個性豊かな人物たちとの出会い、立ちはだかるモンスターとの戦いや、ダンジョンに張り巡らされた謎や仕掛けを乗り越え道を切り開いていく。冒険の途中で手に入るアイテムは下画面にセットして使用。状況に応じてさまざまなアイテムを使い分けながら進んでいく。3DS 本体の動きに連動してプレイヤーの視点で操作できるアイテムも。また謎に行き詰まった時は手がかりとなるヒント映像を見ることができる。やがてリンクの物語は時を超える。ゼルダの伝説、時のオカリナ 3D。 本編クリア後に挑戦できる裏ゼルダも収録。鏡写しの世界でバトルも謎解きもパワーアップ。